西山学院高等学校は、宮城県勝田郡市地下宿町和座や立平にある、全日制の私立高等学校、全寮制。宮城県と山形県の県境、自然豊かな山間に位置し、共同生活を通して青春期に、豊かな心、たくましさ、自立心を養うことに力を入れている。A、国、数の授業は、レベル別に3段階に分かれ、進学。 就職を目指す。進学希望者には、0時間目、17時からの進学講習を実施し、受験対策を行っている。和太鼓に力を入れており、希望者で集まり全国大会を目指している。自然豊かな環境を生かし、陶芸の上り釜や炭焼きの釜などを設置、自然体験を通じた学びができる。特色ある、必修教科として、特設特攻がある、 創立者の見学の精神を学び、計算し、保管するべく、系列から多様多面に精通する、講師派遣がなされている。さらに、関係する社会で活躍している、人間性高き一流の方を招いて、人間性、社会性、知力向上を図っている。一人一人が、見学の精神のもととく、体、捧ぐ、知を身につけ、最高の人生を歩むことのできる教育。 見学の精神に基づいた豊かな心の人間教育。見学の精神に基づいて、徳、体、法、知を兼ね備えた青年を育成し、新しい時代に広く社会に受け入れられ、社会に役立つ人材を育成することを目的とする。全寮性による24時間の一貫した教育体制の中で行き届いた学習指導と生活指導を行い、一人立つの精神で 新しい時代をリードし、社会に貢献できる人間教育を目指す。本校の全寮制教育機関から、世界の特別な国との交流に限ることなく、個人、集団の区分なく、教育実習の場を提供し、海外からの生徒、学生、社会人などが求める教育実践のために、生徒寮生として全く同じ立場で、授業、生活するという学びの交流を行っている。 3年生になると海外研修がある。週2回行っているオーラルコミュニケーションの実践の場であるとともに、世界での集団行動は仲間意識を強め、団結心を深め、気づき合う訓練でもある。また、ハワイ研修にあたっては必ずマカハの地に記念食事をしたりしている。ありがとうございます。